はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダシビックの、マニュアルをね、運転してみようと思います。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。っていうかいっぱいありますね。これね、以前、試乗させてもらった、シビックのハッチバックなんですけども、こちらね、イギリスのスウィンドン工場で作られた、モデルになりますね。でこちらが、シビックの、タイプ R の赤色ですね。いやーかっこいいよ。で、シビックタイプ R の、ブルーということで、いやこのホンダカーズのね、花園店さんは、シビックタイプ R と、このシビックのねハッチバック、しかもね、マニュアル車が試乗できるということでね、今日ちょっともう一回、改めて乗ってみようと思うんですね。ちなみにね、後ろこんな感じです。いやーなかなかのいかつさ。赤色なんか言ったらね、もう赤い水星車的な感じですよね。さすがにちょっとここまでのねハイスペックマシンは必要ないという方にはこのハッチバックいいですよね。私なんかねこれぐらいがちょうどいいかなと逆に思っております。何しろねこのタイプ R のタイヤね、これ1本10万円ぐらいしますからね。結構でスポーツタイヤなんでね、ちびるのも早いかな。いや高級な高級車ですよね。ああちゃんとこれまだ新しいんですね。シートがね、ビニールがかかってます。すごい、ああいいな。あビニールねかかってない方をちょっと見させてもらいます。こんな感じね、こんな感じね、ほらかっこええわ。そらアンさんかっこええわ。それはやっぱりね、シビックのタイプ R がかっこいいなと思うんですが、値段ですよね。基本的にねこちら、2リッターでしかもハイスペックで、もう言うことはないんですけど、まあ、こちらねあの 1.5 リッターなんですね。このボディのサイズで 1.5 リッターということで、まあ、走りの方はどうなのかなと思ってたんですけど、以前お借りした時ね全然その辺のストレスを感じなかったですよね。ちょっとエンジンルームも見させていただきます。 VTEC ターボエンジンですね、 1.5 リッター。いやーホンダのエンジンってね結構こう開けてすぐエンジンが見えるということで、このごちゃごちゃ感がね私結構好きですよね。メカメカしくていいと思います。よくカバーしちゃってる車多いですよね。今ね置いてるタイプがこれ黒色なんですけど、あちらねお店の中に置いてる、シビック、こちらね、白黒なんですよね。いや私リアルにね白黒が実は一番かっこいいかなと思ってます。個人的な趣味があるんでね、まあ人それぞれでいいとは思うんですけど、いやでもこうやって改めて見るとやべえな、ちょっと欲しくなってきたな。これ普通のシビックのハッチバックでもね結構いかついんですよね。独立した羽がここに一つあります。で、まあ尺フィンアンテナもいいですよね。うーんこれぐらいがいいかもしれん。はい、ちょっと後ろ、いやー広いんですよ。シビックのねハッチバックってね思いのほかトランクスペースが広いという。でこのトノカバー、ちょっと布のペラペラした状態なんですが、これね何のためにあるかっていうと、こうやってね、まあこれもうリアこれスモークガラスで中ほとんど見えないんですが、いや見えてしまうと泥棒もね、あなんか中に高級バッグが入ってるなとかね、なんか荷物を取ってやろうかって思いますよね。それをこれで、防げるということですね。ちょっと内装をもう一回改め見てみますね。お邪魔しますと。内装はね、こんな感じです。いやーこれシフトノブね、このクラッチがね、まずクラッチがあって、マニュアルね、マニュアル、うちの奥さんマニュアル乗れるんですけど、嫁の説得さえすればこれがいいと私は思ってるんです。でこれマニュアルなんですけど、ブレーキホールドシステムとかね、アイドリングストップがあるんです。これエンストしてもね、エンジンかかりましたね。
ぱ下手っぴなね私の運転でもその辺、シビックは、補助してくれるということですよね。坂道でも下がりません。ちょっとエンジンつけさせてもらおう。センターコンソールもねそんなに、高くなくていいと思うんですよね。肘置きがねないんですよね。この高さで対応しろと、若干ちょっと低いかなという感じもします。でエコー運転もバッチリと、ちゃんと葉っぱのマークも出るよ。シートもね、布シートで、ちょっとね若干固めのシートですかね。その辺ちょっとスポーティーな感じがします、ね、こういうところもカーボン調でね、結構スポーティーなんですよ普通のハッチバックも。で何よりね、後ろにちゃんと3人座れますんでね、意外とね広いんですよシビックってね、この間ねアコードが発表されたんですけど、やはりねその辺の高級ラインに比べると少しね樹脂とかこういうねファブリック素材の布っぽい感じはあるんですけども、これでね普段乗りは十分かなという感じすらします。基本構造は同じなんですよね。ただこれが布なのか革なのかみたいな感じの差ですよね。で後部座席もねこのツイーターがねついてます。高音がね、はっきり聞こえるということで、結構音質もね良さそうですよね。はい、というわけでね、いきなり、試乗の方しております。今からね、奈良に寄るということで、今高速道路に乗って向かっております。シビックハッチバックいやすごいやっぱね、このマニュアル車ってねもう今もうすぐもう乗り慣れたんですけど、やっぱりねスポーティーだなという感じがしております。今こちら、高速道路なんですけど、まあ、60キロの規制ということで、まあ、今ゆっくりドライブの方をしておりますね。今、4速で、回転数が、2500ちょっと届かないぐらいですね。でこちらの6速マニュアルということで、私ちょっとまだねマニュアル運転慣れてないんですけど、今4速から5速に、入れました。5速、しかも6速があるんですねこれ6速入れる場面ってなかなかね見つからないですよね。今これ5速でもまあ雨踏みですよね。雨踏みというかもうアクセルチョンって触ってるぐらいですね。ターボ車ということでね、トルクの方が220Nm あるということで、結構ねトルクが深いんですよね。太いトルクをしております。ちなみにね、最高出力は182馬力と、まあ十分ですね1.5 リッターでねこの車格で、乗った時ちょっと、頼りないのかなと一瞬思ったんですけど、全然そんなことないですね。それどころかね結構な加速します。まあその辺がこのマニュアルでね自分で操作できるというところの利点じゃないでしょうか。オートマでもね十分な加速はするんですけども、自分でねこのマニュアル操作がねもうパドルシフトもついてるんですけど、まあそれよりもねもっとこのダイレクト感がありますよね。ちなみにねこの6速マニュアルは JC08 モード17.4キロパーリッターですね。まずまずでございます。まあシビックタイプ R と違ってね、こちらレギュラーガソリンをね入れれるので、その辺も経済的ですよね。はい、今ね下道に降りてきました。これマニュアルなんですけど、ブレーキホールドシステムっていうのがねついてるんですよね。で今それオンしてます。で今、クラッチ外してブレーキフットブレーキね外して、普通この辺ジャッとねサイドブレーキ引きますよね。それしなくていいんですよね。これ坂道でもねマニュアルでこうバックするっていうねニュートラルの状態で後ろに下がるっていうことがないんで、すごいねやっぱ運転しやすいですよね。最近のマニュアル車ってねオートマにだいぶ近づいてきてるんだなという感じがしますね。いや今日
はね、少し曇り空で、路面はウェットな感じでございます。さっきねちょっと軽く雨は降っておりました。いや安全運転でね、峠の方運転してみようと思います。